西日本電信電話、西日本電信電話株式会社、西日本電信電話、日本テレグラフテレホンウェストコーポレーションは、持ち株会社である日本電信電話株式会社、NTT の100%出資に設立された、地域電気通信事業を業とする日本の大手、電気通信事業者。通称は、NTT 西日本、NTT 西日本。 総務省所管の特殊会社である。1997年6月、日本電信電話、NTT の再編成により、NTT は持ち株会社となり、地域会社2社と長距離会社に再編成され、1999年7月1日に、西日本電信電話株式会社が設立された。日本電信電話株式会社等に関する、 法律、以下会社法という。により、持ち株会社は、地域会社が発行する株式の総数を保有し、地域会社による適切かつ安定的な電気、通信益務の提供の確保と、非通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うとされ、西日本電信電話、NTT 西日本は日本電信電話、NTT の100%出資会社となった。 本社所在地は、大阪府大阪市中央区万場町3番15号で、企業キャッチフレーズは、光、広がる、響き合う、である。会社法により、地域会社は、地域電気通信事業、同一都道府県の区域内における電気通信業務、を経営することを目的とするとされ、会社法で定められた区域を業務区域としている。以上のように、 業務区域はほぼ全域が西日本に属している、府県の範囲に及ぶ。地域会社、西日本電信電話は、総務大臣の認可を受け、会社法で定められた区域において行う、地域電気通信業務、同一の都道府県の区域内における通信を、他の電気通信事業者の設備を介するとなく、媒介することのできる電気通信設備を設置して、行う、電気通信業務を言う。 地域会社の目的を達成するために必要な業務、地域電気通信業務を営むものとされた、都道府県の区域以外都道府県の区域において行う、地域電気通信業務、地域電気通信業務を営むために保有する設備、もしくは技術またはその職員を活用して行う、電気通信業務その他の業務を営むことができる。これらの業務について、 総務大臣の認可が必要との特殊法人としての政府規制が残るが役員の選任、解任、利益処分について総務省の認可が不要とされている。当社発足後、NTT ブランドの電話機端末などの販売元は東日本電信電話が担当しており、当社エリアで販売される機種については NTT 東日本から供給を受けている形をとっている。 組織は設立後、たびたび変更されており、1999年の設立時は本社内組織と業務区域内に16支店を置く体制であった。現在は本社組織と6地域事業本部33支店体制である。業務区域における同一府県内完結の市外通話及び市内通話などの固定電話サービス、並びに IP 網サービス、 フレッツ等の地域電気通信事業を行っている。西日本電信電話の事業者識別番号は0039。事業地域の扱いは行政上の地区と異なる場所がある。詳細は例外等を参照のこと。例しかし一方で市外局番や通話料金の算出が地元の他地域とは異なるが、事業地域は地元扱いとなるケースがある。例。 同様の例として、東日本電信電話株式会社、NTT 東日本にエリアの相模原市などがある。詳しくは、東日本電信電話営業エリアを参照。静岡県について、NTT 西日本では、宮定新病院から引き継ぎ、以下の企業立病院を運営する。同様に、NTT 東日本でも、複数の企業立病院を運営している。 NTT グループ関係者以外でも利用できる。NTT 西日本九州病院は、経営を医療法人に移管し、熊本森戸総合病院に解消した。NTT 西日本長崎病院は、経営を医療法人に移管し、長崎アジサイ病院に解消した。NTT 西日本高松診療所は、経営を医療法人に移管し、オリーブ高松メディカルクリニックに解消した。 大正期以降に竣工された低新建築が各地に現存している。以下の建築物は NTT 西日本が不動産として保有したまま、婚礼プロデュースレストラン経営会社のノバレーゼと賃貸契約を締結。ノバレーゼがリノベーションを施した上で、モロリスというブランドの結婚式場を運営している。テレビ CM の放映は NTT 西日本エリア内のみだが、 インターネットを通じて日本全国で視聴できる。ちなみに従来はテレビ CM の最後に流れるサウンドロゴでは企業名の NTT 西日本ではなく企業キャッチフレーズの光、広がる、響き合うを読み上げていた。しかし2007年11月からは NTT 東日本と同様に企業名を読み上げるスタイへ変更されている。 フレッツコー、CM シリーズでは、もしかしてだけど、ドブロック、2013年版 CM や、無双マドカかロし、2014年版 CM の歌詞の一部を変えた上で、本人が歌う音源を CM ソングとして流している。ただし、ド、ブロックや円は、CM の本編に登場していない。全国ネットの提供番組については、東日本電信電話を参照。 電電校舎時代から電気通信局や電気通信部等の部活動として様々なスポーツ団体、公式野球部、中国ほか陸上競技部、中国ほかラグビー部、大阪田、男子バレーボール部、名古屋田、女子バレーボール部、神戸等が存在していた。1999年、平成11年に日本電信電話の再編成時、 全国11支社に存在していたスポーツ団体も過去の実績などをもとに統廃合されることになった。統合の対象とならなかった団体は同好会、クラブチームなどの形で活動、あるいは給配布していった。現在は下記のスポーツ団体をシンボルチームあるいは特定の個人を個別認定選手として西日本電信電話でサポートしている。以下は、 日本電信電話の再編成時の過程の中で NTT 西日本うちのスポーツチームを母体に生まれたチーム、あるいは途中で急配布したチームある。フレッツコーの公式サイトのキャラクターとしてナビットさん、コンシェルジュキャラクターとして西の光がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。